起きるねぼすけ、お茶会の時間だ。どう見つまわして、これはどうだ。タラスと書き物作りはなんで似てるのか。ああ大変だ大変だ。ああアリスを助けなきゃ。起きろアリス、起きろ。ママ、パパ、アリス、ママ、パパ、何も見えない。逃げてアリス。逃げろ、外に出るやつだ。走れアリス。かわいそうに。あのウサギがアリスを元気にしてくれないかしら。助けてアリス。急いでくれないかアリス、もう時間がないんだから。なんか貧相になったわね。でもあえて安心した。君はなんだか偉そうになったね。今も好奇心をなくしていないといいんだが。不思議の国はすっかり変わってしまったわ。一体どっちへ行けばいいの。道に迷ってしまいそうな時は誰かに尋ねるといい。ウサギが少しは知っているし、俺も風見なんかなくったってどっちに風が吹いているかすぐにわかる。何が必要か考えて動くんだ。自分が先に立とうとせずにウサギの後に続け。私たちの国はボロボロ、生きる気力もない。病院を思い出すわ。なんか楽しいことないの。奴隷の生活に幸せなんてあるわけないよ。行く手に何か問題があるのなら飛び越せばいい。風に乗ってね。騒ぎはごめんだよ。赤の女王の家来がまた起こる。私は女王たちを怖いなんて思ったことないわ。戦うべきよ。無駄だよ。女王がいる限りこの惨めな暮らしから逃れるには死ぬしかない。それか女王が死ぬかね。メタエッセンスは不思議の国の命の力だ。敵も極めて強力な奴を持っている。できるだけ集めて効果的に使え。ナイフだけでは十分とは言えない。役に立つものがあったらキープしておけ。捨てていいのは愚かさだけ。そうすれば生き残れる。
みんなまるで元気がないのね。そんなにひどい暮らしなの？まあな、語るも涙の物語よ。ウサギのやつがずっと言ってた救世主ってのはお前さんかい？違うと思う。ただの人間よ。今私とても小さくなりたいの。これぐらい。相当ひねっていかないとな。右左へくねくね曲がってよくは知らねえよ。知ってりゃ俺がやってる。ひねってほしいわけじゃないわ。これぐらいになりたいの。扉の要塞の秘密だろ。入りたいってだけじゃ無理だ。入り方をひねらないと。扉には錠前があって開けるには鍵がいるが、君は持っていない。開くといいな。ダメでも猫の皮を剥ぐのと一緒で他に手があるかもね。そういう例えは悪趣味だ。今後はやめてもらいたいな。進むべき道を見つける者はわずかだ。気づかない者もいれば、気づきたがらない者もいる。英雄が来るってウサギが言ってた。あんたがその英雄？さあね。それより扉の要塞に入れてくれる？やだよ。とんでもない。今じゃ僕らはすっかり間抜けな育児なしだ。そんな度胸はないよ。だけど、鉱山へ行ってみなよ。一番深い穴に賢くて勇敢で、今も自由に生きている奴がいる。手を貸してもらえばいいさ。どんな冒険にも最初の一歩が必要だ。陳腐な言い方だが、けだし名言だね。